スパイファミリーとコラボだぜこのゲームチュンリーの夜スキンが出るかもしれないぞアーニャは、D、DJ いやアーニャはマリーザだろマリーザ強いやつ好き考え方を教えてるけどえ待ってバキとコラボしてんじゃんえ花山薫男ちがあるんだけどはどうやってあれんのみんな欲しい最新ニュースである欲しいんだがうーん端から出さなければちょっと待ってマスターえちょっとねマスタースちょっと待って ダイヤさんでマスターに当たってんだけどなど,どういうことインパクトいきますーーはいーはいーおいしいこれ何本ん無意識カジュアルえこれカジュアル <laughs> <laughs> うわなんかクソ損した気分だわはあんかめっちゃなんか 財布から1万円盗まれたみたいな感覚だる ?20 スロだと思ったら5スロだった悲しいわそれまあでも今の俺のに関してはもうパチンコ屋だと思ったらゲーセンだったぐらいだけどな1円も儲かんないんだからうわめっちゃこの店出るやんね何じゃぐらい1次連20回したんだけどって思ったらそもそも偉すぎん打たないの <laughs> 俺だってモダンなんだよ俺だってモダンなんだぜ忘れてもらっちゃ困るなえてかさみんなスパイファミリーとコラボだぜこのゲームやばくないチュンリーの夜スキンが出るかもしれないぞいやマジでスキンが来たら熱すぎるね 過去にコラボあコラボめっちゃあるよだってモンハンコラボもあったしなんでロックマンコラボとかもあったしえでもアニメコラボはアニメのコラボってあったなんか。 カップコン同士のコラボとかはあったんだけど今までロックマンだなあったけどアニメは見たことないかもな確かにアーニャは、D、DJ いやアーニャはマリーザだろ髪の毛が似てるやんアーニャのスキン来るとしたら絶対にマリーザダルシムは来ないんだろうなまあスパイファミリーでダルシムのコラボまあダルシムみたいなやつ出てこねえからなスパイファミリーロイドはガイルいやロイドフォー,うーんいないあいつに似てるキャラなんていなくね <laughs> マリーザ強いやつ好き マリーザ、歴史わかる。誰しもあれが似合い,似合いそう。エレガント級。ああ、あれね。エレガントじゃないっていう人ね。でも、そんないっぱいコラボしないだろう。てか、そもそも、バキコラボ来てるのに、てか、むずくね普通にアニメのコラボって。まあでも、夜のチュンリースキンはマジであり。 ありっってていううかもさすがにやほしいねうん確かに全然チュンリーだけが夜さんのスキンだけで全然俺満足だけどな余裕でいらないだろ別スパイファミリーのお父さんってあんまりなんかパッとしないしなあの人割と5もチュンリーのあれかその数異常だしねっていうかまともな女の子がチュンリーしかいねえんだよなスキンのコラボいやでもチュンリーの夜スキンだけは来ていいけどな それだけは全然来ていいって思うけど俺はエドモンドのアリケンコラボでもさバキコラボしてるならさ全然エドモンドホンダのなんかキャラ出せそうだけどな相撲キャラでも相撲キャラっていないか花山マリーザいいね <laughs> 全然ありだけどな花山マリーザ 花山マリーザ全然良くないだって構えも全部一緒だぜこいつ。まあでもね、花山頭悪いけどマリーザ頭いいからな、多分そこがちょっとな。まだやるかいって言ってほしいけどな。でも性別が違うからな。むずそう。え、っていうかその見た目だけの。え、見た目だけ ならマリーザ行けそうだけどな花山のスキンあのクソかっこいいのバキ描いてる人の漫画にマリってか竜バキの世界で通用できる筋肉を持ってるのは俺ガイルだけだと思うんだよねていうかバキの世界ってどっちかってうと筋肉いっぱいあるキャラ弱いしなその筋肉の量で何でお前が勝つみたいなことあるしな バキとか補正しないあいつ GTA してほしい大丈夫大丈夫そのうちもう毎日もう2週間ぐらいひたすら GTA やる期間来るからそのうちもうちょっとだから待っててあとだ数日したら始まるから逆に GTA 見ないぜからすると寂しい見ろや宣言すんじゃねえよ見ろちゃんとちゃんと食べてから好き嫌い言いなさい食べる前に好き嫌い言わないの メカニックドミニク。いや、俺警察やりたい。えガチでクソつまんねえ警察やりたい、俺。その警察がクソつまんないんじゃなくて、もう俺のムーブがクソつまんないの。はい、ダメですね。はい。はい、交通キップ。はい。はいはい。はい、はい、ダメです。あ、無理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 。全然全然,全然。はいはいはい。80分ここいてください。つって、鬼の警官になりて、ゆ <laughs> ず聞かない堅物おじさんな。嫌われに行こう。 でもおもろそうなんだよな、普通に警察。そのムーブ面白いの自分だけだから結構危ない。いやでも、いや、いや、やりたい、俺は。あでも、そんな、みんなが思ってるほど、やばいやつにはならないよ。大丈夫。ロールプレイが苦手ってどういうことロールプレイが苦手ってのがよくわかんないんだよね、俺。ロールプレイに苦手もクソもあるんか あ、演技が無理ってことへぇそうなんだそんな人いるんだ VCR とかは別そんなみんな演技はしないんじゃないのかえ、でも俺ストグラも好きだけどな見てて見てでもストグラ好きだけどストグラは高木の配信見てたらちょっと怖くなったから1回それがあるな俺はいやマジみんなに見てほしいあれちゃんと3時間ぐらいアーカイブ6時間ぐらいか6時間ぐらいあるアーカイブ全部見てほしいみんなにマジで怖いしマジでおもろいから見てほしいなんかあったっけいやマジおもろいから もうネタバレしたくない。もう本当におもろいの。高木がいろんなギャングに喧嘩売るんだけど、その言ったら悪いけど、ギャングの人が高木に対してガチギレしてんの。で、しかもそのガチギレの、ガチギレの仕方が、ああ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 、君、ああ、もう面白くないよ。あい無理無理。何言ってんの面白くない面白くないああみたいな感じ。本当にもうロールプレイとか超えた本当のガチギレしてて、でも高木が、うんだよって、めえら、おめえらなんてな、潰せるんだからな、こら、みんなのこと言っててさ。それで、また、あの、 スピードが増していって、相手のそのギャングの集団がみんな、<laughs> <laughs> やばくないですか、この子。本当にお前、いい、もうお前、もう話できないからもういい、いい、みたいな、本当に、口切れ <laughs> もう人の ガチギレがすごいおもろいけどああでも怖いなーって思っちゃったんだよな俺その時にそうだよなってこういうこともあるよなーって思っちゃったけどもうねおもろかったんだよあれほんとに見てほしいあれアーカイブ消えたかどうかわかんないけど見てほしいわみんなにほんとに高木最高だなって思ったもん俺いや YouTube ね多分上がってないと思うささすがにその面白さのベクトルが違うけどあれを面白いって言う俺がちょっと最低なのかもしれないけどほんとにおもろいんだよ でもあれをできる高木は俺すごいなって思う。誰よりもやっぱね輝いてた。何十人のギャングに一人で突っ込んでいく高木はね、俺は輝いて見えたよ。そ、しかも一日目。一 <laughs> 日、一日目で、それやって。 1>, <laughs> 1日で出禁になって <laughs> 誕生日が来た1秒後にまた入ってんだよなマジでおもろいやっぱ高木は高木なんだなって思ったわでもその相手のギャングのリスナーからしたらマジでつまんないんだろうなって思っちゃったねだってただのガキの嵐だからなどっちがやべえかっていうと正直高木の方がやばいからなやってることに関してはでも見る分にはおもろかった俺はその辺ファンタかなりうまくファンタのストグラもね見てておもろいんだよなあいつの犯罪だけ死ぬほど警察来るんだよなファンタの GTA もおもろいからな でもマジで死ぬほど警察来るんだよなあ,あいつの犯罪だけ <laughs> なんかファンタだけ他の人の配信よりなんか警察近くにいるの多くねっ 数字 <laughs> いや、でもね、もで,でも、ほ本当なんだよ。見てて、ちょっと、本当に思うんだよ。あれ、なんか、ファンタル時だけ、死ぬほど警察対応早くねみたいな。いや、多分ないと思うんだけど、そういうの、俺は楽しんでる、正直。うーん、ちょっと、俺の楽しみ方は違うかもしれないけど、クソおもろいんだよ、なんか。知らん人だと絡みづらいとか、まあ、まあ、そこらへんはもう、言えないけど、俺は、あんまり、たまたまかもしれんから、あんまり言えないけど、でもこれ、こ感想だからね、ただの俺の。ただの俺の感想だからね、見てて。 We'll be right <laughs> back.